愛南町では町内への企業誘致を促進し官民競争による町の地域課題の解決を支援しようと1月19日に愛南町町づくりパートナー企業認定制度を創設2月27日愛南町役場でその認定式が行われました サテライトオフィス設置が決定したという期待でございます今回、愛南町へ進出が決まったのは、株式会社、ブックスタンドおよび株式会社、ユープロジェクトの2社、出席した代表取締役へ認定証が授与されました。 株式会社ブックスタンドの笹本でございます弊社はです、ねえー、海南町でデジタル人材をです、ねえー、テレワークしていただけそうな主婦の方に、デジタル人材を中心にです、ねえー、スキルアップしていただいて、その地域の経済を活性化するような人材になっていただけるようにです、ね、われわれも必死になって、一生懸命やっていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします株式会社 U プロジェクトの酒井と申ししますよろしくお願いします。 愛南町の資源いろんな素晴らしい資源があることを弊社の力を使ってそれを磨き上げ観光客を誘客する特に外国の方インバウンドの人たちをしっかりと連れてくるということに取り組んでいきたいという,ふうに思っていますまたそれ以外の愛南町の地域の課題を解決してくれるような企業を呼び込んで一緒に愛南町を活性化させていくということに今後取り組んでいきたいという,ふうに思っています 今回認定された2社は、新たな産業の創出や人材の育成など、地域課題の解決に向けて、愛南町と手を取り合っていきます。